美濃市中心部周辺の空中写真。1985年撮影の8枚を合成作成。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。美濃市は大阪府の北節と世の地域に位置する市。本校では発足時の名称である美濃村、市政前の名称である美濃町についても述べる。 市は正式なローマ字表記をミノーシティとしているが、道路標識等ではミノーやミノ王などと表記されることもある。南部には住宅地が広がっており、市の人口のほとんどはこの南部に集まっている。大阪都市圏のベッドタウンとして発展してきた。西南部は旧来の市街地、住宅地が広がり、市の東南部は新興住宅地が広がる。現在、 国際文化公園都市の西部地区の開発が進められており、美濃市域側の開発は本格化している。なお、西イ青北及び西イ青南4丁目から7丁目は、徒歩でも公式には部外車通行禁止となっている大阪大学美濃キャンパス内を通らない限り、茨城市域を通過する必要がある事実上の飛び地となっていた。この状態は2016年1月の サイトトンネル開通で大阪府道4号と接続されたことにより解消されている。西南部には美濃川が南西方向に流れ、それに並行して阪急電鉄美濃線が走っている。中南部を千里川が西方向に、東南部を勝ツ寺川が東方向に流れる。中部から北部にかけては山間地で美濃滝 勝ツ寺などの観光名所や美ノ川ダムなどがあり、明治の森美ノ国定公園として保全されている。北部には、とどろみに集落があるが、市の南部とは山に阻まれているため地域的に一体とはなっていなかった。2007年5月30日に、とどろみと美ノ新都心を結ぶ美ノグリーンロードが完成し、市の南部や大阪都心へのアクセスが便利になった。また、 これと連動して、水と緑の健康都市の建設が進められており、2007年10月1日に町開きが行われた。地域は池田市、豊中市、水田市、茨城市、豊野郡と豊野町、兵庫県川西市と接する。古くから主弦道の道場であった、カツオ寺、滝安寺、縁起式内大社である阿弥太神社や、 ためなと彦神社などがある。また、西国街道が横断しており、瀬川には宿場が置かれた。1921年には、岸本紀泉社長、岸本兼太郎によって、美濃住宅地、美濃学園の開発が始まった。現職市長歴代市長歴代市長2020年8月31日、現在平成22年国勢調査より前回、調査からの人口増減を見ると、 2.17%増の129,895人であり、増減率は、深43市町村6位、72位行政区域中18位。小学校が13校、中学校が7校ある。敷地を共有しながらも、学校としては、別々だった、とどろみ省、とどろみ中学校は2008年4月から、大阪府で、 初めての施設一体型小中一貫校、美濃市立とどろみ小中一貫校に改編された。また2011年4月には、サイ地区に施設一体型小中一貫校として、美濃市立サイトの丘小学校、中学校が新設された。なお、美濃寺遊学園は、敷地のほとんどが豊中市宮山町にある、正門と公道は、美濃市、桜井。 かつては三菱 UFJ 銀行の店舗も存在していたが、現在は豊中市の千里中央支店内に移転し、旧支店は ATM コーナーとして営業を継続。三井住友銀行の桜井出張所は池田市の石橋支店内に移転し、旧店舗は ATM を残して営業を継続。美能市内の郵便番号は以下の通り。美能駅古くから、 阪急電鉄未納線が大阪都心との交通を担っている。一方、未納市に接すると夜中市に北大阪急行の千里中央駅、吹田市に阪急電鉄千里線の北千里駅があり、これらの駅から未納市内との間は阪急バスが輸送になっている。北大阪急行を終点の千里中央駅から未納市の新都心として開発が進むかやの、 中央地区まで延伸させる計画があり、2008年に就任した倉田市長が熱心に活動を行っていた。そして、2014年3月31日、延伸に向けた正式な事業化について、大阪府、美濃市、北大阪急行電鉄、阪急電鉄の4社で基本的合意を締結し、開業目標を2020年度とする北。 大阪急行線の延伸が実現へ向けて動き出した。延伸部には、美濃市、船場東3丁目に、美濃船場半大前駅、茅野の中央地区に、美濃茅野の駅が設けられる予定。また、大阪モノレールサイト線が、美濃市域の豊川地区、青岡谷地区を通過する経路で、国際文化公園都市まで延長されている。大阪モノレールの駅は、 美濃市駅には作られていないが、芝原半内前駅、千里中央駅、豊川駅、西玉西駅などの駅では隣接した美濃市駅からの利用客も多い。美濃市役所への最寄りは、牧落ち駅で、市の中心駅は美濃駅である。前述の通り、現在は千里中央が終着駅である北大阪急行南北線の延伸が決定しており、 見直しに二つの新駅が設置される。そして、大阪モノレールサイト線が、豊川サイト西間で市内を通るが、駅は設置されていない。市内に、JR 線は通らないが、JR 茨城から阪急バスに乗車して、見直しに行くことが可能である。高速自動車、国道一般国道主要不動林接する市の、豊中市、池田市には、大阪国際空港が立地し、 見直しも、空港地元自治体の連合である、大阪国際空港周辺都市対策協議会に、入っている。カツオ寺観音菩薩と多方島目の大滝付近に、出没した、野生の日本猿1954年に、大阪市立大学の河村俊像教授が、日本猿の絵付けに成功したことから始まる。1955年5月1日に、野猿の、 ミノ山自然動物園が開設され、ミノーの猿が有名になり、1956年12月28日には、都市部に最も近い野生の日本ル群の生息地であるということで、ミノニ山日本ル生息地が国指定の天然記念物として指定された。その後、天然記念物指定当時90頭程度であった、頭数も650頭以上に増加。 観光客の食べ物を奪い、市街地に出没して、民家を荒らし、農作物被害が出るなどした。また、自然動物園で火災が発生したこともあり、1977年4月には、美濃山自然動物園は閉鎖され、同年12月には、美濃市の方針転換により、自然へ返されることとなった。現在は、管理団体である、 見直し教育委員会以外の者が絵付けを行うことは文化財保護法、動物愛護法、鳥獣保護法及び市の条例により厳しく禁じられている。大阪大学の協力を得て、頭数規制のため猿を捕獲し、有害鳥獣としての駆除や動物実験での活用のほか、猿に避妊薬を投与するなどの野猿管理事業が展開されている。 餌やり禁止条例や性本来の生態系を復元することを目的とした、見直し猿餌やり禁止条例が制定されている条例は2010年4月1日から施行された。主に観光客による餌やりが頻繁に行われた、結果、猿が過剰に人慣れしてしまい、市街地などにも頻繁な出没によって人間との共生が可能な状況を逸脱していると考えられたことや、 自然界と比較して高い栄養摂取が原因の一つとなり、出産回数が増加し、個体数が過剰となっていた。このため、観光客に対しては餌やりをしない要求力を求めていたものの一部では守られず、否認が検討されたものの手間を要することから、禁止措置が検討された。この条例では、市の全域において、研究目的など一部の例外を除き野生の猿に、 餌をやることを禁止し、違反者に対しては勧告や禁止命令のほか1万円以下の過料を課すことができるとした。なお、過料については当初3000円で検討されていたが、パブリックコメントの意見を反映した金額となった。紅葉の名所である美濃ならではの名物が、色づいたもみじの葉に甘い衣をつけてあげた、もみじの天ぷらである。 お土産として売られ、昔から親しまれている。およそ1300年前主験者の縁の行者が、五香の滝に生える、紅葉の美しさに心を動かされ、自然の風味を生かした天ぷらを作り、当地を訪れる人々をもてなしたのが、始まりという。使用される葉は、色葉もみじではなく、食用に栽培された、一香寺風の葉を一年以上使用漬けにして、悪抜きをしたものである。 日本猿にあやかった、せんべい、もんちゃんせんべいもある。人格形成期のすべてを過ごした、生まれただけ、物心がつく前に転居して覚えてもいない、人格形成期の、決して短くない一時期を過ごした地域の一つで、あるなど、どれもこれも、その人にとって、出身地ではある。本説では、すべての出身者を区別せず一括掲載した上で、 人格形成期中に当地域から転出したものに、転出、当地域へ転入してきたものに、転入の印をつけることで、容易に判別できるようにした。なお、印のない人には、間違いなく、転居歴のない人のほか、正確に把握できない人も含まれる。江戸時代以前の生まれ、明治生まれ、大正生まれ、昭和生まれ、平成生まれ見直しに、ゆかりのある個人や団体に、 ミノーの PR を積極的に行ってもらうことを目的として2010年4月に創設された制度に基づき以下の人物、団体が任命されているミスタードーナツ、ミノーショップ。ありがとうございます。